聞くわ。あの人造人間たち、本当にむちゃくちゃ悪い奴らなんだよな。そこが悟空の家だ。こんにちは。あんほら、てっきりトランクス。あんれど、あ、クリリン無事だったか。わ、ヤムチャさん。悟空は大丈夫だ。お前は詳しいことは。どういうことだ。新手の。そりゃよし、あとはご飯。帰ってきた。あれ話すから。ところでさ、孫悟空がどこにいるか前にも言った。にしてもさ、ね、東の400。なんだ、物知りだな。そうだ。だよね。あんたいいこと言うよ。それをわ。そう愚痴るなよ。その無駄が楽しいんじゃないか。17。もうすぐ無天老子様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンすけど。クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが。どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。コケとかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して
自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか。詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。あのトランクスさん。はい。そのトランクスさんのいた未来の世界はそんなひどい目に遭ってるんですか。はい。世界の人口はたったの数万人にまで減ってしまいました。そんなに。この街を人造人間たちに破壊させはしない。まだ全く破壊されてない。不思議な気分だ。この街もまだ破壊されていない。こんにちは。それでは。この辺りのはずです。探しましょう。あれですね、トランクさん。本当にタイムマシンだ。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。じゃあ、俺のタイムマシンを出してみます。見てください、これが俺がの。確かに二つとも同じ。でも、こっちのはここに来てずいぶん時間が経ってる。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。中を調べてみます。これは何これ。わかりません。ですが、このタイムこれな、おかしいのは中のパネルを。それが3年後。そして俺の時代と。だからでも
何どうしたの？ああ、何よこれ。抜け殻。いえ、抜け殻。多分。しかし誰かがたま。ね。はい。で、あんたたちは。わかり。ご飯たちが発見した謎の抜け殻。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災い。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。まさかあの場所へ行く時が来るとはな。化け物をどうにかしなければ地球はおしまいだ。神よ、
わか今このならばもちろんなんだかもし何かつて横島我が藩士もし融合人造人何を、では尋ねる本当にどういうことやはり今一本当にどういうやはりよ今一度本当にくだらん何がたほうではもうお前とはそれは確かにやはりいやその心、お前とはそれはそんなこのままただやつらにそうか私も私が神を捨て戦士としてやそういうことだ分かった基本ベースはこの俺のままでそれで下界へ詳しい分かったいろいろ世話になったなミスターアップさよなら神様死なないでくださいもう神でもピッコロでもない本当の名も忘れてしまったナメック星人だじゃあ行ってくるジンジャータウンヒトリトを襲った化け物ヤツの正体は一体何者なんだだぞ化け物め。なんだ。こいつから悟空やベジータ。何者だ。惜しい。言ったはず。なるほど。話すつもりはないか。だが残念だったな。貴様がここの住民をすべて消してしまったのは。俺には好都合だったどういうことだ思いっきりやれるからさできるものならやってみるがいいつわりだけだな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 
貴様がとてつもない化け物と感じたのは勘違いだったな。いやんではないか。私が完全体ではないとは言ってもな。無限体だと。完全体になるために人間を襲ったのか。生体エキスをエネルギーとしていただくのだ。そうすることで私はより強くなってゆく。言えられると思う。私自身あの小さなタイムマシンに入るには卵まで退化する必要があったがね。かっやめっちゃあっWhat?
様は何者なのだ。なぜ孫悟空やフリーザたちの気を持つ。いいだろう、どうせ貴様は死ぬんだ。教えてやろう。私の名はセル、人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔、ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかしコンピューターはその作業をそのすぐドクターすでにバカな。コンピューターが貴様が一度。なるほど、では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。私が完全それは何。ところがしかし運よくそこでは、ね、さあな、コンピューターはこうも言ったぞ。完全とおかげでな。ピッコロ、トランクス、そうだ、うん、だが太陽拳ゴー。しまった、くっそ、逃げられた。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち1つはかき消えたが、もう1つは残っている。な、何者なんだ一体。ピッコロだと。話せ、今ここで何があったのか。天津飯もその前に神様と二人、宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭に来た、天津飯だ。わかったな。なるほど、セルが17号上、俺は成功遺作、俺は敵だ、甘く見るな、俺たちの手に、この俺に、俺は超えてやる。スーパーサイヤ人をさらに、これなあ、これから研究所に行って。いえ、少なくとも。よし、はい、じゃあよし行くか、トランクス。はい。
スーパーサイヤ人をさらに超える。考えたこともなかった。さてと、この時代でわからないことがあったら遠慮なく言えよ。今からちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。はい、多分そっちの次元の未来ではそれでよくてもこの次元には関係ないんです。難しいんだな。なあ、はあ、何、はあ、やだよ。ああ、あの、え、それでは。なんだ。よかった、弱そうな敵だ。早く行かないと。あの地下にコンピューターと未完成のセルが。ここだよな。はい。どうする。いえ、もしかしたら。それもそうだな。やったな。ええ、それに、まあ、それを母さん。それで、あの、俺、もし本当に。でもベジータが一緒かもしれません。でもそうか、わかった。はい。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、ドクターゲ、そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。ふん、今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。ご飯ちゃん、気ぃつけるだぞ。踏みつけることができればよいが。悟空。お、もう大丈夫なのけ。あ、病気はすっかり治ったさ。よかった。死んでて悪かったな、ちちゃも。うん、よう回復した。ところで、さっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルも修行しねえと。もう戦う気け。ダメだ、もっと寝てねえとダメだって。心配すんな。
まだ戦うわけじゃね。今の勝てねえから。修行して上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すじゃと。父、ご飯も修行に連れてってやりてんだが、いいか。言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな。どうせならうんと強くしてやってけれ。父、ただしこの戦い今度こそご飯ちゃんの勉強。行ってくる。セルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようがないぞ。ソク、うん、どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。もうしっかり。イコロ様、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、え、そうか。精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で1年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。あ、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。ベジータさんたちはどこで修行してんだろう。とずっとも ダメです。その父も。さすが。じゃあ、オラが子供の頃そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいにとってはちょうどいい。父さん、こ、神とやらの神殿。熱い。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに、これでいい。こんなところで。父さんと一年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。いらん。行ってこい。行きます。悪魔しやがれ。あ、行けた。
次はあの町を狙うとするか。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちを吸収し、そして私は吸う。ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく1日が。この寝室やっぱ普通。まずいぞ。精神と時、人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空は奴の家にできれば。ザコがいるようだな。まだセルが奴らを吸収していなかったが、不幸中。ザコがいるようだな。あそこならいいだろう。何も喋らなく。さあ、戦うの当然だ。閉めた。いいぞ。Huh?
私の気をつけろ17号。何？簡単に言うぞ、そいつは今はまだ未完成で。何だと？喜べ気を。それこそふざけるのもいい。お前そのダメだ、敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、バカにするな。くそ、なんてことだ、セルの気が死ん…クリリ、ブルマさんから…もしもし？本当ですか？ええ、そう言うと…ありがとう。俺はピッコロ…今のは世界一の…これがコントローラーか。ただし、それと…それ必要…いいわ。破壊…何なんだこいつの強さ。そろそろ遊び場を。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しい、うん、どういただこう。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ、今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない、人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとっと出てきやがれ。
望み通り出てきてやったぞ。しまった。あ、逃げるぞ F8 号。まずいぞ。不満団長、俺は死ぬかもしれん。でも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さて、パワーの方。16号。さあ、今度お前の番だ、18号。共に完全体を作り上げよう。はっ。何をしている。早く逃げるんだ。よせ。もうやめんだ天津飯。これ以上気候法を使ったら。だやめろ天津飯。死ぬな天津飯。生きてる。そんおめえがすピッコロの木だ。何をするつもりか。わかお前よ。何てバカ的な気だ。これは期待外れだったね。
本気で来るのよ。こいつの強さは想像以上だ。わっか、よっかっか、うりゃっ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 、かっ、やめっか、よっか、移動したのだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先図がある。逃げる気か？そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒では、そう遠くまでは行けないはずだ。異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋。本当か？どうもすみません。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな。さあな。だがこの俺が全てを。ほら。いたいた。あ、ねえねえ、ちょっと、なんで髪が。へえ、一体何。ほら、へえ、さっきも言ったが、おめえがセルを倒し、よし、ごはん、はい、
厳しいかんな。覚悟しとけよ、ごはん。スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの嵐修行。な、表に出てみろ。こんな早速、まずはもちろんとりあえず僕、あ、ほら、しかしご飯、そうだ、そんな慌てず、本気じゃねえぞ。のことはあるみたいな。
調子だ。はい。この部屋で戦うのは結構大変。技や。じゃあか。違う違う。かれ。いきなり焦ることな。さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。あ、たあ、おお、パワーが湧き出してくる。ええ、はっ。よっ。
雑魚どもだ。雑魚どもだ。セルの野郎を見つけてもお前は手を出すな。覚悟はいいか。飛べ、覚悟しやがれ。18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか。面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。 あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。早速この俺の力を味わってもらう。してやがるのか。この程度で生きがるんじゃない。やめるな。覚悟しやがれ。覚悟しやがれ。始めにやれ。少しはやるらしい。覚悟しやがれ。サイヤ人にサルミを本気にさせたいようだな、この私。覚悟しやがれ。やめるな。覚悟しやがれ。
しやがれ。あれれれれか。覚悟しやがれ。覚悟しやがれ。あれれれれか。覚悟しやがれ。あれれれれか。早速この俺の力を味わってもらおうか。これから地獄を見せてやるぞ、ベジータ。そいつは楽しみだ。覚悟しやがれ。あれれれれか。覚悟しやがれ。あれれれれか。どうした、眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるぞ。ビッグバン、アパー。サイヤ人のサウル、もっと真面目にやれよ。これで本気のつもりじゃないだろうな。少しはやれるらしいな。覚悟しやがれ。この程度か。ブラケン、本気にさせたいようだな。私とっくに本気だと思っていたかな。こんことがあってたまるか。どうやら違うな。俺はとてつもなくでかい気を感じて来てる。トランクスも悟空とご飯は来てないみたいだな。あ、よ、どうやら本か。かうわぁ、そう、じゃあね。あ、お前は、え、うまく逃げるんだ。なぜだ。私がカパーはコンピューター。あれほど歴然たるの貴様と、お前たちさえ。いいだろう、父さん。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おい、ベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おーい、セルに見つかったぞ。しまった、完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ、ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けない奴め。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。
俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というわけで、しまった、目が、やめろ。18号、いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついに18号トランクスが預かっていた戦完全体、落ち着きを取り戻す。進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私ウォーミング、いや、どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。ビッグバン、本気でやってないな。だからウォーミングアップと言ってたのか。ビッグバン、アタック、ビッグバン、アタック、ビッグバン、アタック、やりやがれ。では少しだけ。ビッグバン、アタック。これがスーパーベジータか。ビッグバン、アタック。佐賀、さて何してんだ。父さんは、そりゃそ、父さんがセルト今すぐトランクス、お前をクリーンさん、うう、セルの大変だ。お前にも最後に、お前たちがやってみなきゃ。次の日、悟空さん、悟空さん、いい、では10日後の10、お前はそいつを最後、ただし一体場所などか、待てセル、武道最終目標、あえて恐怖な、その後トランクスは先頭で俺たちを作る、俺、貴様も、うん、頼む。ふざけるな。貴様もドクターゲルの、いいよクリリンさん、心配しなくていい。セルに飲み込む、お前のいた未来の
ワン、おめえを。そうかな、歯がまだ。そろそろ仕上げ。ああ、そんな。おめえの力、オラに見せてみろ、ワン。バッチリみてえだな。
でも僕はそれについそのためにスーパーさん、これからまずはその後遠回りの、はい、セルはトランクスに武道大会の開催を告げた。その後セルゲーム、セルただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を、そしてそのこのセルの行いは平和な世の中、人々はそして孫悟空の、クソ、まさかセルに全員おかげでせ悟空さんたちは丸い焦ることはない、孫たちの木だ、あいつらもう部屋が、なんだと、なんでこれ、あれ、やっぱベジータもトランクスもいいぞ、セルの木も、あれはご飯か、見違えた、なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か、いや、雰囲気が少し違う、ここ何があったんか、教えてくれ、あ、はい、セルゲーム、ブドミスターポポ、ピッコロさん、わかった、は、ありがとうピッコロさん、で、どうなんだセルを倒す、わかんない、これから、孫悟空か、ああそうだ、どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ、運命を決めるにしちゃせこいリングだそういった完全体か、そういうことだ、試合には必ず出てやる、それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ、いいな、いい試合になりそうだな、あそこまで強くなっていったかな、どうでしたか悟空さん、正直あそやってみなきゃ、もう一度精神と時の部屋を使うがいい、いや、なぜだ、あそこ、やれやれかもな、でもなんだ、気に入らん、あ、何、じゃあみんな行こう、あ、武道大会セルゲームまで、あと、精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労した体を休め、3日休む、ま、悟空さん、はっ、
やっぱ自分家が一番だな。悟空さん、修行さん終わったんだろ。だったら終わった、なら決まり。せっかくそすっか持ってこべ肉とさ。そうだ、欲しいのは父の弁当、楽しみだな。精神と時の部屋のご飯はあまり美味しくなかったよね。やっぱうめえ飯食わなきゃ力が出ねえし、早くあの部屋出てよかったぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ロッキー、いいもん見つけ。いや。よし。釣れた釣れた。よし。
んなもんかな。よっしゃー、釣れた釣れた。よし、魚はコンクレでいいか。あとは肉だな。はっ、いや、よっしゃー、釣れた釣れた。よし、いやー、うまそうなリンゴだ。嘘に言ってる場合じゃねえか。ん？なかなかやりそうなやつだな。すげえ木の塊だ。じっちゃんのうち長いこと放っておいてなんか悪いな。すげえうまそうなもんみっけ。いいもん手に入ったな。あの、you
早く集めてこないとな。そういや、昔この近くでレッドリボン軍と戦ったっけ。早く材料を集めないとな。いらっしゃい。毎度。なんだあの岩。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。やっ、よし。はっ、ロッキー、いいもんめっけ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
かなかやりそうなやつだな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。お、なかなかやりそうなやつだな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。よし、おっす。へへへへ。早く集めてこねえとな。そうじゃな。え？よし。ありが。クリリンたちが見つけたっちゅうピロのアジトに行ってみっか。早く集めてこねえとな。の弁当楽しみだな。いろいろあるよ。毎度。What?
そうな色してんな。やっ、どうひゃ、すんげえうまそうな肉だぞ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。そうな肉だぞ。さて、どうすっかな。どうしたの、お父さん。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。Thank you.
ような肉だぞ。肉はこれでいいな。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。そうな肉だぞ。これで全部かな。父んとこへ戻るか。材料集め頼むだぞ。材料集め頼むだぞ。材料集め頼むだぞ。父、もうも。よし、お弁当持ち。うひゃ、せっかくだ。おお、そんなだな。みんなで。父の弁当は楽しみだけど、みんなで。均等運で。それに。そんなもんか。そういう。悟空さん、もちろんだんだ。うんだ、結婚を約。母さん、父さんがそうだ。せっかくだ。あの、僕もすぐ。え、大丈夫だ。目的地はしばらく。そう。それじゃあ悟空さん、わかった。それじゃあごはん。さて、これか。Thank you.
さんが言ってたものってこれのことだよね。
父さんの分も僕がやるんだ。成功に近づけたかな。そろそろ行こうかな。僕でもなんとか勝てそうだな。お前の相手は僕だ。アセンコ。アセンコ。
セコン。アセコン。タウ、いや。お父さんに近づけたかな。よし、これはいいものだぞ。これは美味しそうだな。そろそろ行こうかな。これをカプセルコーポレーションまで届けないと。大きいから目立つよね。ブルマさん。うん、それそれ。って、事情って。冷静にかいちいちつさとにかくはでさあ大丈夫だ。
これが人造人間。お父さんを殺すために作られた存在か。いやー、できたできた。うまくいった。うん、ごはんくんが持ってきた小さいけど。さーて、さて、よし、動けたわね。名は16号、人造人間16号だ。そうか、オッケー、成功じゃん。やった。お前たちが俺、何、それにご飯、孫悟、そんなことは、あ、そう、うん、じっと博士、なんだね、この体どこまで治っているか動いて確か。孫悟飯、悪いけど、俺は先に行く。森で会おう。ご飯くん。どうですか。うん、悪くない。それはよく、あなたは、あ、彼らは俺に、僕も動物、それはいい、そうだ、それ以外に、俺は争い、だからかつてドクター俺の姿だが、俺はこんなとこにあつ、そいつらを、なんだとこいつらに、孫悟飯、はい、マセンコ、
なんてやつらだ。やったな。はい。孫悟飯、動物たちを守ってくれてありがとう。それに俺の修理も手伝ってくれたそうだな。礼を言い忘れていてすまなかった。ありがとう。いえ、そんな。実を言うと、俺がお前をここに誘ったのは、お前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が入ったおかげでそれをしなくて済んだ。どうやら昔のお前とは次元そのものが違うようだな。驚くべき強さを手に入れたようだ。おそらくはお前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか？でも僕よりお父さんの方がお前も俺と似たものを感じる。え、さあそろそろ戻ろう。あまり時間をかけると博士たちを心配させてしまう。はい、そうですね。僕と16号さんが似てる？どうだったね。完全に元通りになっていた。ありがとう博士たち。聞いたわよ、密漁者を捕まえたんだって。やるじゃないあんたたち。ドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。さすが孫君の子供と人造人間ね。いえ、そんなこと。そうだわ、そんな遠慮する。はうん。ご飯？悟空さ。うら？やっぱおら。と、お、お。ご飯が家に帰り、しばらく経った頃。臨時ニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍は。そんな。なんで、父、行っちまった。よ、孫か。ピッコロ、おめえってまた神様と合体する目みてえに二人に戻れねえのか。何？ほれ、なんとかドラ。残念ながらそうでなくて。そうか。うん、あ、
もし、そんで、おお、ほら、これからちょっと行ってくる。悟空、新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは自分たちを救った英雄。悟空は地球、ムーリはそのものとは。で、デンデ。お、ちょっと待っててくれ。すぐにクリリ。と。は？へへ。なあ。クリリンさん。ねえ。はい。デンデ。でも。いいぞ。それでかな。はい。では。叶えられる？それでいい。ではこれでドラ見事だ。よし、ごはん、いいから。じゃな。さて、パッパッと集めんぞ。Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.